いよいよ本番ってわけだ。さあ、どいつから片付けてやるかな。油断しないでください。ナスパの体からも邪悪な気が感じられると思います。あの気に包まれている人は。死ねー。変わっちまった。まあいい。どっちにしても同じことだ。強すぎる。あまりにも強すぎる。悟空さんが来るまで、ナートが時間を稼がなければなりません。クリブさんとゴハンさんは、絶対に守りきってください。頭に来たぞ。あまりだけ圧倒してるのにまだ倒れないなんて、なんてタフな奴なんだ。クリリンもゴハも離れてくれ。あとはオラたちに任せろ。この二人なら大丈夫だ。俺たちは行くぞ。お父さん。なっため手こずりやがって。カカロットは俺が相手をしてやる。わざわざ何しに来やがった、カカロット。まさかこの俺たちを倒すためなどというくだらんジョークを言いに来たんじゃないだろうな。この天津飯やめちゃ。そして神様やった。全体はどんどん上がってやがる。ナッパ、お前はそいつをとっとと倒せ。しくしょう。しくしょう。俺は名門でもエリート戦士だ。貴様のような得体の知らない奴に舐められてたまるか。すげえ。本当にすげえぞ。あの二人なら勝てる。勝てるぞ。あれやがったか。父さん、邪悪な気に包まれて、あれはもう別人だ。ベジータもパワーアップしています。頑張ってください。よかろう。許さんぞ。やったじゃないか。次もこの調子で頼むぜ。